いや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 、すっかりもう冬の始まりですね、そろそろね。まあ一つもう一本食べちゃったんですけど、これがね、このラミーが出てくると、まあ毎年ね、ちょっと季節の変わり目、ああちょっと冬来たなみたいなね、この冬季限定のラミーがね、店頭に並ぶのを見ると、ちょっとこれで季節のあの変わり目っていうものをちょっと感じます、毎年で。僕好きなんでね、ラミーは。だいたいシーズン、なんだろう、10箱は食うね、確実に。最低でも。最低でも10箱は食べます、これ。大好きなんで。冬とかね、お店来る時のお土産、ラミー全然、お待ちしてますんで。なんていうことはまあ、置いといてですね。今日はですね、シェアハピ動画ですわ。ありがとうございます。シェアできるハッピーがあるっていうのは非常に嬉しいことでね。こういう、この包みは、先ほど、ちょうど今朝ですね、お店に届きまして、そらくん、ありがとう。この間ですね、インスタライブやった時に、近々、ハウデイに小包みが届くと思いますっていうようなこと言ってたので、これですよね。この可愛らしい、箱に入ってきて、ね、可愛いケーキみたいな感じの、この箱は取っときます。では早速、ありがとうございます。そらくんありがとう。パカッと、まあ、さっき僕はちょっと中開けたんですけどね。お土産ですね、これね。お土産ですね。ニュージーランドと、おそらくこれ北海道かな?ね?の、多分、お土産かなと思いますけども。一つ一つ紹介していこうと思います。まず、これグミかな?このもう、ザ・アメリカのグミみたいな、アメリカじゃない、ニュージーランドか。ねえ、もう本当に、インポートですね、これインポートの。インポートね、ドメスティックではない。完全にインポートの。No artificial colors って書いてあるからな。これ何?人工甘味料はないってことか。パスカルジェットプラネス。グミですかね。うん、多分、グミだと思いますよ。この、これと、またまたこれ、ガムかな?またまたこのポップな、フバ、ブバって言うんですか?これはね。よし、ちょっと発音わかんないんだけど。あれを彷彿とさせますね、バブリシャス。バブリシャスっていうさ、バブルガムあるじゃないですか。ね、日本にも売ってると思うんですけど。あれをちょっとこう、彷彿とさせるような。いちご味とぶどうとこれなんだろう。あれか。バブルガム味っていうのかな?普通のなんか、ソフトバブルガムってね。ノーアーティフィシャルカラーズ。結構あれなのかな?ここにも書いてありますか?ニュージーランドそのなんか着色料みたいなの結構、なんだろう。なんか規制があるのかな?わかんないけど。人工的なその着色料を使ってませんっていうのが一つの歌い文句となって。これもインポートっぽいっすな、これね。こういうのドメスティックであんまデザインないじゃないですか、こういうのね。こういうのを、本当に。まあ、バブリシャスもあれ多分もともとインポートのね、あれだと思うんですけども、ライセンスだと思うんですけども、バーバリー的なね、ブラックレベル的なあの感じかと思うんですけど、これとかももろね、ね。いやいやいや。と、これがね、これがニュージーランドクラシックマッドマスクって書いてあって、これなん、これがね、多分食べ物ではないと思うんですよね。マスクって書いてあるんで、ちょっと待ってね。化粧品かな?ちょっとね、化粧品、ハンドクリームとかかなと思います。メイドインニュージーランド、ニュージーランドって書いてあるんで。あ、え?なにこれ?あ、でも、いい匂いする。なんだこれ?
これ顔のあれかな？パックみたいな感じ？マットマスクだから、泥なのかな？あ、そうだね。これ、スクラブ的な感じなのかな？あ、そうだね。パックだ、パック、パック。これ塗って、乾かして、ゆすいでくださいって書いてありますね。へえ。ちょっとこれ今度、これやった時の動画また撮ろう。パックした時の。泥パックってことですね、これね。おお、ありがとう。ちょっと、さらに美肌に磨きをかけよう、俺も。美容系 YouTuber としてね。ありがとうございます。そうだね。これなんか羊さんが、ニュージーランドといえばまあ羊なのか。なんかこの泥に使ってる感じで。ほうほうほう。ありがとうございます。それとこれ これつまみだな。炙り焼きイワシと。これ北海道のお土産だと思うんですけど。これつまみだ。これいいつまみだ。これ もうね、これ、超面白い。なんかこのポップの箱の中にさ、こういうインポートのもののさ、こういうカラフルなものがある中に、このイワシがね、いい感じでこう外してきてるね。ちょっとグミ食べましょうかね。グミちょっと気になるな。グミいただきますよ、早速。どんな感じなんだろう。あ、でもいい匂いする。あー、めっちゃいい匂いする。なんかいろんな味があるみたいですね。ほら、わかるかな、カラフルな感じで。ちょっとこのブドウっぽいやつ。あ、これブドウじゃない。ラズベリーっぽい味しますね、これ。おいしい。ラズベリーだ、これ。なんかね、食感がちょっと特徴的ですね。なんか、日本のグミよりも、もうちょっと、なんていうかな、ゼリービーンズ寄りというか、なんだろう、ハードではない、まあ、ソフト寄りのグミですね。美味しいよ。あ、でも、やっぱこれ、味も、インポートの味がしますね。これなんだろう。美味しい。これなんだ、これ。これなんだろう。オレンジかな。ファンタのオレンジ、ファンタオレンジの味しますね。ちょっとトロピカルっぽい。シトラス？インポートの味するわ。これドメスティックでこういう味ないもん。なんか、あるじゃないですか、お菓子にも。うわ、これ外国のお菓子っぽいなーっていう味。なんかわかりません？そういうの。ね。あ、おいしい。ちょっと、おいしいな。大事に食べます。ちょっとね、イワシ食いてんだけど、めっちゃ。店の中臭くないですか？ イワシ臭い店とかちょっと嫌じゃん。ねえ。これは家で食べよう。これめっちゃうまそうだね。炙り焼きイワシ。パリパリパリって感じで。いやはや、いやはや。
ありがとうございます。本当に。もうちょっとグミ食べよう。もうちょっとなんか、グリーンっぽい、緑っぽいやつ食べたいな。緑、緑。これこれ。ん？ん？ なんだこれ？ん？これ？これめっちゃ面白いやつ。なんだこれ？ライムかな？なんだろうこれ？食べた瞬間に結構、スパイシーな香りが。ライムかなこれ。うん。あ、これこれ。俺結構好きかもしれない。この独特な。ちょっと最初食べた時スパイシーなんですよ。一瞬なんか、うん、ほんと、そういうスパイスの味なのかなと思って。でも後から、ちょっと柑橘っぽい、爽やかな、香りと。うん。ライムっぽいな、これ。ライムの皮をかじった感じだよね。最初来るこの、ちょっとスパイシーなピリッとした感じ。ピリッとはしねえけど、でもなんかこう、ちょっとした苦味？というかまあ、難しいな。でも美味しい、これ。最初、ライムの皮をかじって、その後にこう、果肉をかじったら、ちょっと、中和されるという。難しいけど。でも美味しいよ。これ、緑好きだな。これちょっと複雑な風味が。これも日本にはない。これはインポートだわ、本当に。ドメスティックはないね。さすが。うん。美味しい。うん、美味しい、本当。ライムの砂糖漬けを食べてるような。あのね。ドライフードというか、ドライフルーツというか。うん、そんな感じ。いやー、美味しい。ありがとう。美味しくいただきます。全部。うまい。